お、ちっちゃ、この中に入ってんの？御作の鎧。え、ゲットゲット。噂通りか、猛虎で試してみるか。え、無理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 、今ないもん、今気力がないもん。天井で驚くほど軽い。あ、そうなんだ。まあ、坂井家の鎧を手に入れたんですけど、鎧関係でもう一つあって、伝承の古作の伝説っていうのがずっと気になってたんだけど、赤島の村に琵琶法師がいるらしい。どんな語りを聞かせているのか見に行ってみよう。これね、なんか古作さんの鍵がどこだっけかな、物品かな、大事なもの、なんか6個中5個くらいも集めて、あ、これこれこれ、1、2、3、4、5、あと1個なんだよね、5作の鍵。この前にビア法師さんにお話聞いとこっかなと思います。さあ、こちらへ。はいはいはい、ぜひぜひぜひ。5作の伝承を語りましょう。うん、お願いします、聞かせて。6箇所の地を更新。あ、ここか。5作聞かせてくれ。うん、喜んで。もう鍵ばっかり5個もあるから。二桃と瀬と磯島も前。もうめっちゃ前じゃん。赤島の族徒党を組みて対馬に害をなせる、うん、その自分対馬の御作なる百姓、もののふの亡霊の呼びたるを聞いていずれば、うん、束ねの見事なる甲冑を作るを見入れ、うん、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ、うん、いやいやって族は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。うん、ちょっとわかんない。つかかりてきたるに、御作恐れて手が震え、足なんと思うとき、うんうんうん、賊の剣を鎧が弾き、すごい、御作はたじろぐこともなし。あ、ちょっと待って、これはわかったかもしれない。後ずさり夜めきなどすれば、うん、御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の言うを哀れみし、もののふの亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、うん、あらゆる族を切り捨てる、その後は族を見る者なし。あ、ちょっと待って、分かった分かった分かった。御作死して裏の家々鎧をば被装して錠をかけ、うん、それぞれが鍵一つを持ちて守る。ほいほいほい。今再び対馬に害をなす者あり、うん、百姓の曰く御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするをとぶらうと。おお、出た、かっこいい。あと一個の場所教えてほしいんだけどな。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。うん、里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。青い飯島、くた小清水。小清水ってどこだ。小浜八幡です。鍵さえあれば、ちょっと待って、スクショスクショ。赤島の丘の上で鎧を得られると言います。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。ふんふんふん。ちょっと待ってよ、あと一箇所で、およあ、これか。やっぱ小清水だったな。まさこさんがちゃっかりいる。へえ。あとあそこだけか。もう行くきゃないな。ありがとう、ビア法師さん。行ってくる。飛ぼう飛ぼう。あ、着いた。ここか。あ、結構広そうだな。
もうパパッと倒すか。うわ待って、捕虜だ、最悪。捕虜系はめんどくさいんだよな。はい、一人目動くなよ。二人目、待たせてしまったな。待たせたな。あー最後の人だ。これでやっと鍵もらえるんじゃないかな。畑を失ってしまうかと思いました。よかったよかった。鍵を猛虎に奪われたのか。え、お持ちください。よかった。これで猛虎はもう何も奪えません。ああそうなの。鍵は揃った。鎧は赤島にある山の上だったな。やったね、赤島の山の上ね。へえ、やったやった、嬉しい。あ、そっか、集落の方の浮世草も終わった。ここもお買い物とかできるのかな。そこまでではないか。あー平和戻ってる。いいな、釣りいいよな。うちも釣りしたい。川入ってる。へえ。うわ、ほんと角かっこいい、ジンくん。あー勇ましいな。なんかほんと独特だよな、この鎧。うーん、さっきのおっさん見に行こっかな。いたいた。入ってる入ってる。いいねいいね、気持ちいい。すごい気持ちよさそう、ここ。治安がいいな。うん、あ、あっちにもいる。あ、待って、うちここね行ったことある。怪しいなって思ってたんだよね、ここ。なんかさ、いかにも怪しいですみたいな壁があってさ、爆弾でも壊せなかったんだよ。あったあった。待って、めっちゃ人いるわ。なんなこんな大事な時に。前いなかったよこの人たち。うち知ってるんだからね。いってー、ごめんなさい。本当にごめん。いや強いわ。いやー待って、なんでみんなこんな強くなったの。もう強すぎ、めっちゃ追いかけてくるし怖い。うわーやべえ、先に弓やるか、しょうがない。下から行こう、下から。はいはい、オッケー。うわーもうなんだ、えい、よし、オッケー。味方にも当たるのいいよな、あれ。やばい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 、強い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 。いやーなんでそんな強いの、えい。よろめきよろめきよろめき。よろめきよろめき。やけくそやけくそ。逃げろ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 、おら逃げろ逃げろ逃げろ。オッケーオッケー。で、あとはあとはあいつ剣か。まあこいつ強いんだよな、いかにも強いですみたいな鎧。逃げろ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 、お前だお前だお前だ。オッケー、次上の指、上の指、上の指、上の指。オッケー、よしよし、はい、オッケー。で、あとはあとはあとは、えい、やけくそ。君もよさよさしてる。オッケーオッケーオッケー、あと一人あと一人。あー、こいつ一番強そうだよな。ほら、だってよけるもん、強い強い強い。なんでそんな強いの？来い。やばい、強い強い。いってー。いきなり強くなったよな、敵の皆さん。うわー、蹴ってくるし、しかも。へい。おい。あー、やばい、負けるー。でし。えい。えい。あー、え、死ぬ？死ぬ？死ぬ？死ぬの？死ぬの？
ことどういうこと。あー地点一戦もできない。最後ちょっと手抜いてくれたこの人を。あ、持っていかれたってことか。あー、そういうこと。あ、そうそう、ここ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 何やっても開かなかったんだよな。鍵を刺してみるか。先越されたとか言ってたけど大丈夫。他の上へ向かえ。あ、道がつながってるんだ。へー、楽しみだな。やばい、何かあったらすぐ死んじゃうよこの体力。まずいまずい。あ、着いた。お、ちっちゃ。この中に入ってんの？御作の鎧。え、ゲットゲット。噂通りか、猛虎で試してみるか。え、無理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 。今ないもん、今気力がないもん。天井で驚くほど軽い。あ、そうなんだ。あ、そういうこと言ってたもんね。なんか驚くほど軽く動けるみたいな。なんだっけ、ビアホージさんが。やったね、これか。へえ、なんかヒラヒラしてる。んー、御作が身につけたと言われる鎧。かっこいいのかなこれ。でも鉢巻きはちょっとおしゃれなのかな。早速染めよう。あー、御作の鎧黒くできる、かっこいい。うん、いいね。黒が映えるお方だ。やっぱ黒もいいよな。こっちは坂井家の鎧キリンだって。あ、やばい、めっちゃ光沢出てる。夕闇の化身が太刀を携えているようだ。ちょっとこれすごいかっこいいな。では、ちょっと白も白も白もしたい。白黒染めれるってすごいいいよな。これダサいな。これは持ってる。え、これなんだろう、小次郎だって。へえ。あ、坂井家の鎧白くできないんだ。え、待って、御作の鎧これかわいい。何その虹色。猛虎には白き冬の神に見えるはずです。いやー、何これ、ちょっと夢かわ入ってるじゃん。ちょっとこれお気に入りかも、かわいい。御作は白がいいな、坂井家は黒がいいな。どうぞ日向をおすすめください。そうね、ちょっと日向でさ、ちょっとここ登れないわ。あー、ちょっといいね、ここ白くて衣装が分かりやすい。いや、あんま違い分かんないわ。あー、でも新しく買った方だと真っ黒になるな。うわ、かっこいい。ちょっとこれはかっこよすぎないか、ジンくん。で、新作の御作の鎧ね。いやー、かわいいなー。いやー、ちょっと、あー、ちょっとこれはかっこいい。ちょっとこれはかっこいい。いやー、でもこっちだな、夢かわ。これはかわいい。そして強化しに行こう。